さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。やあみんな、僕だよ。みんなは夏の終わりをどういう時に感じることが多い？僕はズバリ夏休みが終わった時だよ。あー、ついに僕のエアコンがガンガン効いたお部屋でお布団ちゃんをふがふがする生活が終わってしまうというのかい？やだー、どうか夏よ終わらないでくれ。というか夏じゃなくって夏休み終わらないで。タタ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 バーン、翔太くん。さあ今日から学校よ。また毎日翔太くんを起こしに来るわね。やだー神様ー。もう翔太くんったら白目向くほど嬉しいの？さあ翔太くん、早くお着替え済ませて。今日から他部署も新しくなったみたいよ。ああそういえばこないだ他部署燃えてたもんね。はいはい、早く着替えますよ。お待たせ、それじゃあ行こっか。え、翔太くんちゃんと起きてる？私の格好見て。オーバーオールよね、わかるわよね。なるほど、オーバーオールを着させてペアルックを望んでやがる。他部署どんな風になってるか楽しみね、翔太くん。そうだね、マッサージ機とかメイドさんとかついてるかな。翔太くん、今から行くの小学校よ。おお、これが新しい他部署か。なんか前よりパワーアップしてるな。駐輪場はここだね。じゃあこれから自転車ここに止めよう。あれ、花壇の花もなんか変わってるぞ。おい、リツオ、フミちゃん、翔太くん、ミオちゃん、おはよう。見てみろよ翔太、この木、願いが叶う木っていうらしいぜ。この木を毎日ちゃんと手入れしたら願いが叶うっていうパワースポットらしいぜ。素敵ね、それだったらみんなもお水とかあげる気になるわね。ミオちゃん、手握れてないよ。他にもいろいろ変わってっから、翔太見たらびっくりすんぞ。楽しみだな、それじゃあ見に行きますか。お、なんだあれ、他部署の購買？へえ、小学校の中に購買できたんだ。確かにこれだったらノートとか鉛筆忘れた時に買えるもんな。はい、いらっしゃい。どのシリーズでも使い勝手がいい、みんなのママ役カズエよ。ついにカズエさん、他部署にも登場したか。ふーん、いろいろ変わってるな。お、こんなところにトイレできてるじゃん。どれどれ、他部署のトイレの居心地ちょっとチェックしてくるね。なんだよそれ、さっさと終わらせろよ。こっちでいいのかな。あれ、これってもしかしてトムじゃね？ああ、今日から学校っていうのすっかり忘れてたから、朝トイレ我慢してたんだよね。よう、トム。あ、翔太くん、おはよう。今日から学校頑張ろうね。おう、そうだな、頑張ろうぜ。ちょっと翔太くんやめてよ。おしっこしてる時に後ろに立たれたら集中して出せないでしょ。ちょっと翔太くん、扉ぐらい閉めなさいよ。みんなおはようございます。夏休みどうでしたか？先生はこの夏休みが終わってこうやってまたみんなの顔が見れて嬉しいです。他部署も新しくなったし、またみんなで学校生活楽しんでいきましょう。幸子先生、そんなにデカデカと黒板に現実を突きつけないで。幸子先生、上にあるテレビ何見るんですか？これはテレビじゃなくて電子黒板に使うのよ。私も初めて使うからうまくできるかわからないけど、ちょっとやってみるね。すごい、なんだか今時っぽい。他部署も進化してるのね。何が出てくるのかしら。これでこうでポチッと。はい、みんな、なんて書いてあるでしょう。いや、ちょっとみんな、いくらなんでも絶望しすぎじゃない？もしかして誰も宿題やってない？それじゃあ各自宿題を提出しに来てください。ああ、ぶっちゃけ宿題間に合ってないやつあるけど、ま、このまま提出するか。わかる、僕も正直読書感想文適当だよ。みんな甘いですわね。夏休みの宿題なんて早いとこ終わらせて後でゆっくり遊ぶのが一番いいのよ。さすがミオちゃん、しっかりしてるね。あれ、翔太くんは？翔太くんなら私の後ろに。あれ、いない。あれじゃね、翔太のやつ宿題やってないから逃げたんじゃね。でもおかしいわね、ついさっきまで一緒にいたんだけど。もしかして実は先に並んでたのかな。あれ、おかしいわね、翔太くんだけ提出されてないみたいだけど。
ちょっと翔太くん、宿題やってないんだったら正直に言いなさい。先生、翔太のやつだったらどっか行っちゃったよ。どっか行っちゃった？おかしいわね。私ずっとここから見てたけど誰も教室から出てないわよ。翔太くんどこ行っちゃったんだろう。確実に翔太くんのことだから宿題を放棄して逃げてるわね。どうせその辺に隠れてるに違いないわ。隠れれる場所なんてあそこぐらいじゃない？ちょっと翔太くん、どうせこの中にいるんでしょ。出てきなさい。あれ、おかしいわね。ここじゃないみたい。一応私和江さんに誰か出てないか聞いてくるわ。生徒さんは誰も見てませんよ。おかしいわね。じゃあやっぱり教室の中なんだ。翔太くん、翔太くん、コピー機から早く出てきなさい。菅さん、そんなところにいるわけないでしょ。もう翔太くんったら、こんなにみんなを困らせてどこにいるのよ。ミオちゃん、もしかして翔太くんこの中に閉じ込められてるんじゃ。いや、もしその中だったら翔太くん首だけとかになってて怖いんだけど。さすがにいるわけないわよね、やっぱり。ほう、田部省も立派な小学校になったじゃないか。みんな、おはよう。どうだ、新しい田部省は。あと夏休みの宿題ちゃんとやったか？鬼ヶ原先生、ちょうどよかった。今みんなで翔太を探してんだよ。さっきまでいたんですけど急にいなくなって。あ、鬼ヶ原先生、来ていただいたんですね。幸子先生、翔太くんがいないって聞いたんですけど本当ですか？そうなんです。最初は宿題が嫌でどっか逃げ出したのかなと思ったんですけど、さすがにこれだけ探して見つからないなんて少し不安になってきて。もしかして翔太くん、本当に何かの事件に巻き込まれたんじゃ。そんな、田部署燃えたばっかっていうのに呪われすぎだろ。まあまあ落ち着け。さっきまでここにいたんだろ。それにこの教室からは誰も出てないってさっき和江さんから聞いたぞ。つまり確実にこの教室のどこかにいるのは間違いない。確か翔太くんの席はここだな。鬼ヶ原先生、何をなさってるんですか？なーに、ちょっと壁に細工でもあるんじゃないかなと思って調べてるんですよ。多分もしいなくなったとしたら、この翔太くんの席から限りなく近いところにあると思ってね。ん？なんだここ、壁がすり抜けるぞ。一体なんだここは。だ！なるほど、こんな隠し部屋があったのか。ちょっと翔太くん、いや最高だよ、新しい田部署。鬼ヶ原先生、遠慮なく翔太くんには罰を与えてください。はっはっは、新学期が始まっても翔太くんは翔太くんらしくて安心したよ。ほら翔太くん、目を覚ましてやるよ。あれ、鬼ヶ原先生、今これ夢の中？ほら、サボるんじゃないぞ。あと5周だ、5周。まさかプールまであるなんて聞いてないよ。宿題をやってこなかったのとみんなに心配をかけた罰だ。しっかり泳いでもらうぞ。最悪だ。あそこの部屋に戻りたい。それにしても翔太らしいよな、こんなところに隠れてるなんて。なんかちょっと秘密基地みたいで楽しいね。そうね、私たちもこっそり使いましょう。確かにここだったら内緒でいろいろできるね。わあ、何いきなり。もう立花くんたら、内緒でいろいろってどんなことか教えて。いや、どんなことって宿題とかそういうのだよ。私たちは出とこっか、ミオちゃん。そうね、お二人でごゆっくり。やめて、ゆっくりしたくない。新しい田部署もよろしくお願いします。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。